源静香の投資競馬生活です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、はいはい、えっと、N. H. K. マイルカップのことで、に相談があってきました。はい、はい、はい、どうぞ。

前もあったように、うん、1,000円かけて配当が 1,、うん、1,400円という形になって当たったことは嬉しいと思 <laughs> その当たったことだけじゃなくて、これでまた良かったのかな。なるほどね。だったので、先生にそこを相談しに来ました。はい、はい、はい、はい。じゃ、あまず、その投資を検したっていうところから、ちょっと振り返ってみましょうかね。え、静香ちゃんは、まあ、人それぞれ検する理由っていうのはあるんで。え、静香ちゃんはどういう理由で検したのかな。私の理由はですね。えっと。 雨開催の分をと除いて過去3年間で過去分析したところえっとですね、うん、上位2等っていうのが3年中2年あったのでプロは買っていないえあと,、うん、えーと一番人気が来ていたというところで 2>, うん、うん、2年間来ていたので。うんうん プロ中のプロはっっててていいいなプロがそこ大事ですね僕たちは縦目2023年は雨降り中のレース普通はややうだけだったら雨が降ってなかったら僕たちの場合は盛りょとやや思っていうのは一緒でっていうことなんで良かったんだけど雨降ってる最中のレースだったんでデータとしては。 あのカットということにすると、はいえー、NHK マイリの場合は2022年、はいはい、21年20年のこの3年間を過去データとして僕たちの場合は使っているということね。そして 2>,、はい、まあ2年間 2>、はいえー、3年間の中の2年間あるんで人によっては投資もするでしょうし、うんうん、まあ しない例えばこれが3年間では微妙だなっていうことで2019年をね例えば入れると4年間の中の2年間しかないということでまあ人によりますよね安全策を取る人っていうのはまあ投資は県ということっていうことでいいんじゃないかなと思いますよね。そそしてさっっき言たの 一着が2022年は4番人気、はい、2021年2番人気、はいうん、2020年9番人気ということは僕たちが言っているプロ中のプロ、うんね、はどうも買ってないでもこの一番人気が、はい、このまあじゃあ2022年から20年の3年間をデータとして使うことに、うん、例えばするとすれば。はいはい まあ、3年年間間の中で2年間入ってる、はいはい、これ4年間使ったとしても、まあ、4年間の中で2年間は入ってるということから考えると、うんうん、まあそれもあるしそのプロの買い目っていうのを僕の場合は考える時っていうのは上位が何頭入ってるか、うん、プロ中のプロが買ってるか買ってないかっていうのは一着の一番人気が。 そのまあ、来来ててるかかないか、はい、だけどもう一つプロ中のプロよりは精度が低いかもしれないけど、うん、プロという人たちもいるんで、はい、まあ前日にほとんどのその素人の人たちは買わないから、はい、あの前日のオッズを僕たちは使ってるんで、はい、前日にのオッズを見てるっていうことは、うん、まあこの統計的には <laughs>、はい。あの 全部の統計なんでね、はいはい、その性格ではないんだけど、うん、まあそんなに違いはないんで、はい、あの過去分析としてはまあ最小図でいいと思うんで、うん、そうすると3年間の2年間 2>、はい、まあ4年間の中でしても2年間入ってるんで、うんうん、どうもまあプロは勝ってるというふうに見るのもいいんだけどプロとしてはねもう1番人気から4番人気が上位。 あ上位の1番人気から4番人気が何頭入ってるかうん、うん、馬圏内にね、はい、そっちの方がプロが勝ってるか勝ってないかこの辺少しややこしいよね1着に1番人気が来てるかどうかっていうのがプロ中のプロの目安、はい、そして1番人気から4番人気が2頭以上入ってるって言ったらもうプロが勝ってる、はい、ここごちゃごちゃにならないようにね、はい 僕はもうプロが勝ってればまあもちろんあのんていうかなこう安全策を狙う人はプロ中のプロも勝ってないんだからちょっとやめとこうっていうのは僕全然いいと思うだよね。でまあ少し例えば余裕があるからとかちょっといけそうだからとかいうのでだったらプロの方を目安にしようこのレースを兼するかどうかのね投資を。プロの その目安としては一番人気だけじゃなくてね一番人気から四番人気が馬券内に何頭入ってるか2022年は2頭2021年は2頭2020年は1頭3年間をデータにする人は3年間の中の2年入ってるからアプロは勝ってるなうん。念のため4年見る人っていうのは4年の中の半分入ってるからうん。 うんどうしようかなみたいな感じになるようん分かるうんまあ軍資金なんかで軍資金に余裕があったら4年間の中で2年間入ってればやるやろうし軍資金に余裕がなかったらまあしないだろうしその判断はケースバイケースだけど理由がちゃんとあるその理由が合ってるとか間違ってるとかじゃなくて理由があるということが大事ですねうん。 わかりますよね、はい、そうするとまあ投資をしてもよかったんじゃないかなというのはありますね。はい、はい、うの、ん、は、まありますいうじゃあ投資を兼してもよかったんで兼、はい、したとしましょう。兼した理由がですね、うんうん、投資対象になるなとは思って上位4党で。うん 考えたんですそこで4頭のうちで過去3年間の9頭の中で一番どの馬に似ているかなと考えて一番その4頭の中で過去の馬に似ているのが私はアスコリペチェノかなと思ってそれが一番人気で副賞オッズがその時1.4倍だったので。 一番人気は今のところ買わないと決めてまあ買う副賞はねはいうんはねなるほどそこで献しましただからその副賞だから投資は副賞って決まってるわけじゃないのよあなるほどだから投資として自分はこれをするまあはけた投資と そのギャン東芝県ギャンブル馬券って僕たちが言ってるじゃない。何が違うのかって言ったら、その掛け金が違うだけなんよ。わかる？うん。だからそのワイドでも予算をちゃんと1万円って決めてればそれは投資ないよ。三連複でも投資ない。わかる？それを自分がどうあの決めるかなんよね。うん。だから予算の違いなんよね。 うん、まあ,あの例えば東芝券とギャンブル馬券でその馬の選び方とかまで変える人もいると思うんだけど、はい、僕はそれはやめといた方がいいんじゃないかなと僕の中では東芝、はい、券とギャンブル馬券っていうのは予算の違い。 投資が1万円かけるんだったらギャンブル馬券はどう考えても遊びなんだから遊びって負けることが前提なんやからそれは10分の1ぐらいの1,000円でしょ。だよね。ということだよねわかるだから僕はそうしてるじゃあしずかちゃんはどうしますかっていうのはしずかちゃんが決めればいいわけよね。塾の とかはまた違うよ、うんはい、今はあの過激の違いだけにしてる、うんうん、目安としては投資が1万円であれば、うん、ギャンブルは10分の1の1,000円というふうにしてます。と、うんはい、いうのはもうギャンブルっていうのは負けて当たり前なんでギャンブルで勝とうって思うとそれだったら投資の方で勝とうと思った方がいいよね。わ <laughs>、はい、かるよね、はい、うん そういうふうに考えたらいいんじゃないかなと思うよね。はい、例えば今回もし僕だったら。はい、えっと。アスコリピチェーノ。はい。うん。と、ジャンタルも来ると思ったんですよ。うん、この4島の中だったら。そうですね、だったら、アスコリピチェーノとジャンタルのワイド1点。はい。うんはい、もう1頭ぐらい来ると思ったかな。はいはい、はい、そうですね。うん。まあ。 ボンド、はい、今場で、うん、どっち？えっとボンドにしました。うん、だったら例えばアスコリジスカちゃんだったら軸がアスコリ、はい、ピチェーノなんだから、はい、アスコリ軸のジャンタルとボンド。はい、そうするとまあ賭け金が多く一、うん、点よりも多くなるよね。うん、まあ今回みたいなレースだったら、はい、やっぱりジャンタルとアスコリピチェーノが来ると思ったんじゃないの？ そうですね、思いましたね。ね、だからそこのワイドっていうのであの一点一点で良かったんじゃないかなって思うよね。はい。うん。でギャンブル馬券買ったんでしょ？はい、ギャンブル馬券。でギャンブル馬券は何買ったの？ギャンブル馬券を四点にしてあ、四点にしたんじはい。アスコリピチェの軸のジャンタルマンタルボンドガールうん。ええ。 悩最終の、うん、えとダノン・マッキンリとスチュー・ストラウスにしようかな、はいうん。まあギャンブルやからね。はい、うんそうだね、はい、あのー、で、えー、と予算はいくらでしたの <laughs> 予算は、えー、1000円の。うんえー、1000円で何点買ったんやって点買った <laughs>、はい ワイドでそれって遊びなのよそうですね遊びっていうことは外れたらそれは競馬自体が面白かったねないように分かる外れて残念というのはギャンブル僕の考えとしてはねギャンブル外れて残念という考え方は使わない僕の場合は 外れたら競馬が楽しかった。はい、ギャンブルがね。うん、そして当たったらラッキー。うんうん、うん。あの1,000円の予算でワイドで、はい、ねえ、はい、配当も見た上で4点に流すっていうことは、はい、それはあの。 遊びではないよね。そうですね。うん。はい。それ楽しくなかったでしょうね。ということね。あですごい反省しました。うん。はい。例えば千円の予算なん、これ朱夏ちゃんが予想するときさ、これアスカリプチェの、だからまあもし上位ににが二頭来るとすればって考えるじゃない。まあギャンブルなんだから。うん。その時にあの。 ジャンタルかボンドかコンバで、はい、はい、こんの中のどれが一番来ると思ってたの？はいはい、この中では、うん、ジャンタルですね。うん、えだったら、はい、もう遊びなやから、はい、アスコリとジャンタルの二等軸にして、はい、えー、千円なんでしょう？はい、だったら、はい、えー。 3番人気、はい、前日のね、3番人気から、だって100円ずつかければいいんでしょ、はい、?1, 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10だったら、前日の12番人気までかけれるわけじゃん。そう。そして、ガミったらどうしよう。いや、それはいいやん、<laughs> はい、別に。あの、ギャンブルなんやから。わ、うん、かる外れても楽しかった。はい。なよ。はい、で、じゃあ投資の方の考え方はって言ったら、外れたら次頑張ろうなんよ。うんうん わかる、はい、そしてなぜ外れたのかなっていうのが投資にもギャンブルにもその次に来るだからこれもう決めとかなあかんあの自分の感情に流されないように投資の時はあの外れたらねなぜ外れたのかなっていうふうに考えればいいしギャンブルの場合は外れたらあギャンブル楽しかったわとうん。 で当たったっらギャンブル馬券の場合は当たったらラッキーと、うん、で投資の場合は当たったらよしよしとうん、うん、よしっていうね、はい、そして改良としてはもっと稼ぐことはできなかったのかなっていうのは投資にもギャンブルにも両方に言えるよね。はい、でもっとって言ったらどういうことを考えた方がいいのかって言ったらまあ研修、はい、あとは、うん えー、例えばワイドとかでも点数、はい、ね点数を絞るとか、うんうん、そういうふうにするということもできたんだな、うん、とかね。はいうん、でしず、えー、かちゃんだったらギャンブルバケンのワイドはこれ、はいはい、例えばそのアスコルとダノ・マキンリ、はい、シトラウス。はい

まあ一番配当が高そうなのは、はい、アスコリとなのんじゃない。はい。うん。一十四で一十四が十二点九倍でした。うん。だったらあのね、しずちゃんね、はい。僕たちの中でよ。はい、ギャンブル馬券っていうのはね、うん、当たった外れたを喜ぶようにしちゃだめよ、うんうん。はい。 いくら儲かったっていうのをギャンブルにしないとあのいやギャンブルってそもそもそうないで鈴木ちゃん。当たった外れたっていうので脳をいにしたいんだったら仮想馬券でいいのよ。わかるお金を100円でもかけるということは当たった外れたじゃなくて的中不適中じゃなくてね いくら？利益が出たのかっていうのの遊びがギャンブルで仕事が通しないね。はいうん、そこ分けないとど、はい、も。あの、今回の静香ちゃんの解明見てるとあの当たった。外れたというのに1000円も使ってしまってるんやな。ということ。いや当たった。外れたで、はい、例えば1000円で10レースし。し して全部外れたら一万円マイナスでしょ。うん、えだったらあのギャンブルでそれこそあの千円がいくらになるのかっていうことを例えば考えて、うん、はいうん、適中率と回収率のバランス取らなきゃいけないじゃない。うん、うん、どう考えても、うん、千円の予算で考えたらさ。うん かちゃんはいそれはまあワイドがないことはないなはいうんアスコルとまあそのダノン・マッキンリーに1000円で10倍1倍やったっけ枚ですねうれしいって思うのは1000円1点じゃないの、はい、そうだよねはい。うん だからもしギャンブルとして1,000円予算でワイドを買うってなったら僕だったらあの静香ちゃんが選んだ馬を使うんであればアスコリとえダノン・マッキンリーもしくはストラウスのワイドのどっちか1点だけにして外れたらああ楽しかったっていうふうにするよね。はいうん でまあ、僕だったら当然ワイドは買わないよね,、はいはい、ね1,000円しか予算がないんだったら3連覆を買うよね,ね、はいはい、じゃあ3連単はって言ったら当たった外れたのゲームと考えてないんで、うん、やっぱり3連単って当たらないよ当たらないから僕は、うん、あのギャンブルでも3連単はよほど自信がないと買わない。うんうんうん かるうん、だからまあ僕の場合ギャンブルの場合だったらワイドだったら、うん、1,000円予算だったら1点3<点>、うん、連複だったらうーんまあ例えば今回だったら上位1番人気と2番人気来そうな感じなんで、うん、そうすると、うん、例えば軸1頭にして相手5頭にして流すと10通りだったら100円しか 1>, 1点について予算組めないから、うんはい、僕だったらもう2等くるっていうふうに決め込んでその5等に流して、はいはい、うんやっぱり3連服は5等ぐらい流さないと当たらないんじゃないはい <laughs>、うん、まあワイドだったら1点か2点 2>、はいうん、ギャンブルの場合はねはい。 これ千円予算だからっていうことになってくるよね。はい、投資の場合だったら、うん、え十、ー、点でも、うん,うん、うんうん、例えば五千円を三連複のアスコルジクで五等開いて流したら、うんうん、え五四二十割る二で十通り、十、うん、通りだからえっ、ー、と五百円かければえっ、ー、と当たるじゃない。うんうんうん、はい。うんで投資の場合はその。うん 例えば、えー、前日の3番人気から、まあ、10番人気、うん、まあ12番人気ぐらい、はい、っていうような過去分析から考えた時に、うんはい、えっと18番、うん、2022年18番人気入ってて、うんはい、まあ人によっては違うけど2019年14番人気入ってるんでさすがにそこまで来たらもう諦める、うん、そこまでは来ないだろうじゃないの、はい、もうそこが来たら諦めるうん,う,んうん。うん でもう少し配当の高いところを狙うっていうので、うん、まあ12番人気ぐらいまで考えて12番人気ぐらいじゃないな12番人気まで考えてなんで12番人気なんですかって言ったら4番人気8番人気うん、うん、12番人気4等ずつね分かるはい、うん、だからまあ本命。 本命じゃない。四番人気まで本命。はいはい、そして五番人気から、うん、まあだいたい八番人気が中穴、ねうん、で、で九番人気から十番に十二番人気が大穴なよ、ねうん、で十三番人気から十八番人気はもう超大穴だよね。うん、そうするとまあうん大穴ぐらいまで狙うということで、うんうん、そうするとボンドがある三番前日の三番人気から十二番人気のチャンネル、うん なんでるまで12345678910頭いるんよねそして10頭の中からアスコリとジャンタルを2頭軸にすると5頭まで絞るということを投資であったとしてもギャンブルであったとしても僕は同じことをするよね。例ええば しずちゃんはなぜ、えっと、シトラウスとダノンマッキンリーを選んだの。シトラウ、えっと、ダノンマッキンリーを。見てみるとですね、えっと、過去の馬で似てる馬がいないかなって考えた時に。えっと、ラフダシオを。似てるなって思ったんです。はい。で、えっと、実は、えっと。 もう一頭の馬を、ストラスはい、シュトラウスの時に、ちょっとそんぐらいに似てるなっていうが、なんかこう二頭いて。うん、で、そのうちの一頭が。うんうん スストラだったんですけど後で見るとちょっとそんぐらいじゃなかったかなっていうのは分かりましたまあその似てるというのは非常に重要なんだけど似てればいいっていうもんじゃないじゃんまあストラスっていうのは折り合いがつかないっていうのは知ってたでしょそれがですね飛んでてあとかそいなんやそうかと思いましたね。 あのストラウス選んじゃダメよねっていうことなんでね。なぜかって言ったらあのこんなに折り合いがつかない埋まってもう入ったらしょうがないよねっていうことなんでね。これは投資でもギャンブルでも同じ考え方でさ。うん例えば僕の場合だったらえっと。 ジャンタルとアスコリは来る可能性が高いとしてボンドガールも来る可能性はあったんじゃないかなそれとコンバデカブースはまあ僕がよくやってるーザン以外の長期休養明けまあ社代やね7か月休養社代もうこれだけでちょっとうん切るかなとそしてディスペランツァは ええサメシマキシュー天ノ鳥、はい。アルセナール横山たけしキシュー天ノ鳥、はい。ノーブルなんだ。ノーブルが松山キシュー天ノ鳥、はい。シュトラウス折り合いつかない。はい。わかる？はい。さっきダノンマッリーがラウダシオンと似てるって言ったよね。ロジリオンも似てる。そうなんです。うん。選んいい？そうなんです。いい？わかる？はい。 アスコリとジャンタルをまあどっちでもいいけど一等軸でもいいよ二等軸でもいいよにした場合相手がボンドガールは可能性ある今場では車代で7ヶ月くるわディスペランサーやっぱりね g 1の時の点乗りって難しいんよわかるじゃないんやけど ディ、ね、スペランツァ天のりアルセナール天のりノーブル天のりシトラウスオリツカーン折り合いつかんロジリオンとダノン・マッキンリは、はいえーはラウダシオンに似てる、はい、これ候補だよね、はいで。キャプテン、これ逃げ。はい はい、逃げってやっぱり難しいじゃない。G1、はいうん、でよほどの強い、はい、例えばタイトルホルダーみたい、うん、パンサラッサみたいな馬じゃないとなかなか難しい。うん、G2G3 ってなったら逃げ残りっていうのは考えれるけどチャンネルに関しても岩田未来騎士の天のりそうなってきた時に、はい、えとまあ例えばこの。 10トンの中から5頭選ぶ、はい、ってなったらボンド、はいうん、とディスペラン、うん、あディスペランザとノーブルは一応点取りなんだけどえっとアーリントン G31 着がディスペランザャでえっ、ー、とノーブルは何だっですけ、ね、えっと何かのこれもアーリントンやったっけなノーブルも でね、ああだから G3 の一着っていうのがあるんよ、はいはいね、ディスペランザとノーブルは。だからこれはただその、はい、なんていうのかな。 騎手、まあ、がちょっと違うんで、はいはい、だけど、まあ、馬の力はあるんで天乗りの中でも馬の力があるということ、うん、でアルセナールに関しては、はい、初めてのボバ混合だということさすがの横山武史騎手でも、うん、天乗りで自分が天乗り、うん、横山武史騎手がそして馬がボバ混合が初めてっていうことは非常にやっぱりちょっと厳しいかなと、うんうん、でストライスは折り合いがつかない。はい でロジリオンとダノンはラウザシオンに似てる、はいる、はいはい、キャプテンは逃げは G1 ではちょっと厳しいかなと、うん、でチャンネルは岩田未来騎手が、まあ、ちょっと点取りでり、はい、まあ人気順もちょっと下の方、はい、っていうことから考えると、うん、総合的に考えると、はい、まあ僕だったら5頭選ぶってなったらボンドとディスペランツァとノーブルとロジリオンとダノン・マッキンリーのこの5頭っていうふうになるよね。うんうん うん、例えば、えー、静かちゃんはどっちアスコリが軸やったらジャンタルが軸やったっけアスコリ軸にするんやったら、はいまあ、ジャンタルも入れるやろうから、はい、そうすると相手6等、はい、相手6等だと、うんえー、6五 30÷2 の15、えー、今がこれ三連服の計算方法なよ、はい、<laughs> 15通りね。うんで予算 1,000円足りへんだったら1頭減らさなかね1頭減らすってなったらやっぱりディスペランザかノーブルってなってどっちもどっちってなってくるとやっぱり人気順の下の方のノーブル消すもしくはもうアスクリトジャンタル来るやろうとそしたらもう上位で決まったらしゃあないわとのでボンドを切るだからボンドを切るかノーブルを切るか。 というのが、うん、あの一個一個理由が自分なりにある、はいはい、そのき選び方、うん、切り方っていうことになってくるよね。はい、うん。で予算はやっぱり決めた予算は、うん、あのあもう今回はあの15千五百円でいいわっていうふうには <laughs>、うん、あのあんまりしない方がいいんじゃないかなと思うよね。うん、絶対ダメじゃないけどね。はいうん 僕やったらするけどねしずかちゃんだったらまあしない方がいい、うん、それやったらあの練習にもなるし、はい、あの遊びの中でも学ぶことはできるんでまあ切る練習よりも、うん、まあ簡単に言ったらあのロジリオンとダノン・マッキンリ、はい、この2頭 2>、はい、選べましたね。うんねはい ということはアスコリクの相手、はい、ジャンタルと、うん、ボンドと、うん、もうコンバでも入れていいよ。はい、<laughs> 入れてもいい、うん。それとロジリオンとダノマッキーニ、うんね、の五頭で千、はい、円百円というふうにしてもいいし、それでまあうんやっぱりこのディスペランツアルセナルノーブルストラウスこの四頭よりも ロジリオンダノンのこの二頭の方が来るということを見つけることが、うんうんはい、大事でした。大事。わ、はい、かるよね。はい、そこがえねあのわ、はい、かってたらもうそれこそアスコルトジャンタルの二頭軸にして、はい、うん、うんはいうん、まあ一頭軸でもいいねアスコリ軸の相手三頭というふうにしてもいいんじゃないかなと思うよね。はい、うんやっぱり。 ギャンブルなんで、はい、その、できるだけ配当高くした方がいいんでね。はい、うん。例えば、アスコリ・ジャンタルの二等軸にすると、外れる確率は非常に高くなるんやけど。うしたうん。はい、あ、でも、 そうだよ、ね、まあ例えば競馬にはないことはないんで、うんはい、例えばアスコリ・ピチェ予想の段階でね、うんうん、アスコリ・ピチェのとダノンとロジリオンということがないことはないわけやから、はい、NHK マイルに関して、はいはい、そうするとアスコリ一等軸の方が二等軸にするよりも配当が高いなっていう発想に僕ならなるかもね。はいうううん、うん、うん ややっっぱ当たた時ののここととを想像するが大事ねあねずかちゃんでも誰でもそうなんだろうけど外れた時のことを想像するでしょ外れた時のことは自然に想像してしまうんよそしたらそれはねしゃあないよなって思うようにちゃんとしとかなあかんわ当たった時のことを想像するの当たった時のことを想像すれば「アスコリジャンタル二等軸」で流すともしアスコリと「 ジャンルのラノンとロジリオンが来た場合めっちゃ配当でかいよなって。上位2等でもしたたら。上位2等でもじゃない、上位1等の可能性もあるわけでしょ。どっちかの時にってことですね。そう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 。わかる？はい。うん。ねだからうん。なるほど。それか、もアスコリとジャントルをそのな。 アスコルとジャンタルが両方来た場合とかどっちか飛んだ場合とかで相手っていうふうに自分でバラバラに組んでもいいよね。うんうん、そういうふうにしてどうすればその敵中と回収のバランスが取れるのか。配当の方ばっかりに行くと当然敵中率は下がる、はい、敵中の方向にばっかり行くと回収が下がる。要はその 馬を選べてれば、うん、そんな面倒くさいことは考えなくてもいいということだよね。うん、えっと、まあ、ダノン、最後にね、あの、ダノンのラウダシオンに似てるって。ラオ、え、ダノン、え、ラオダシオンって、えっと、東京のリステッド一着やったでしょラウダシオン、だけど、ダノンは一着じゃなかったでしょ 朝日杯の8着があったから、はいね、多分ダノンの方に行ったんだろうけど、はい、今回東京競馬場やったんやから、はい、阪神の朝日杯の g 1というのも価値があるけど東京のリステッドの1着、はい、1> だから要はラウダシオンというのは、はい、ロジリオンとダノンのいいところを掛け合わせた馬だった。だから あのラウダシオンは、はい、えっと何着やったっけラウダシオンは一着だったんです、うん、ねわかる、はい、これが別々だから結果的にロジリオン三着やったね,<ー>ねラウダシオンとロジリオンダノンマッキリンの違いって何か、はいはい、ラウダシオンという馬は、はい、2020年のロジリオンとダノンマッキリンのいいところを重ねたような馬だっただから一着に来たっていうことね。うん で逆に言うとロジリオンダノンマッキンリはラウダシオンの半分ぐらいの力しかないだから3着だったっていうこと言ってること分かるだからこれはどっちが来るかっていうのを決めるのは非常に危険やね似てる馬が2頭いるんやからロジリオンとダノンを掛け合わせるとラウダシオンそっくりになるよそうですねだったら。う決めてしま ロジリオンとダノンマキリオン両方選んどかないと、はい、あの今回の結果通りになったでしょ。はい、<laughs> そうでしょ、はい、うん。まあ今回はたまたまロジリオンが東京競馬場の方が良かったっていうけど、うんうん、もしかしたらダノンでも、はい、僕下あり得たと思うのよ。はいはい、僕どっちが来てもおかしくなかったと思う。はい、うん。言ってることはわかる。はい だからせっかくラウダシオンと似てる馬を探すといういいところまで来てたのに無理やりそのロジリオンとダノン・マッケリのどっちかを選ぼうとしたそこがもったいなかったなっていうねそれはなぜそういう難しいことをしたかって言ったらあの外れた時のことをまあ結局も上位で決まったらどうしようとかもっと人気順の。 高いものが来たらどうしようっていうのは裏を返せば「外れたらどうしよう」っていうことやから「外れたらどうしよう」じゃなくて「当たったら」っていう発想して「外れたら」じゃなくて「当たったら」そういうふうにそれとさっき静香ちゃんが「アスコルとジャンタル」な配当が1,000円でワイド1,400円。 アスコルとジャンタルこれこれ投資でワイド1点だとしたらどうなの？投資でワイド1点だとしたら、うん、あのすがちゃんは、はい、アスコルト、はい、アスコリとジャンタルのワイド1点、はい、1> あワイドワイドですね流したやけど、はい、まあ1点にしたら、はい、にしたら投資で、はい、例えばアスコルとジャンタルをワイド1点を1万円にしてたとしたら。 わかるあの <laughs> お金の計算のシミュレーションを予想の時も、うん、レース終わってからもうしないとダメだよ。わかる、はい、あの当たった外れたらは投資じゃないよ。 いくら稼げるかっていうのが投資でありギャンブルなのよ。ねだから今回のカウンセリングで大きく考え方変えるのは2つだよね。うん、うんうん、外れたらどうしようじゃなくて、うんうん、当たったらいくらになるなっていうことを考えるということ。うんうんうん 外れたらしゃあないわかるよねそりゃ運が悪かったもしくは選び方が下手くそだったということだけの話やうんがっかりですねっていやがっかりしてそれからまた研究すればいいわけじゃない。ね。それとやっぱりお金の計算っていうのをだって ワイド千円予算の時の頭でずっと考えてたらさ、はい、うん、なんか剣することが、うん、なんか目的になってるような気がするよね。<ー>うん、わかる？はい、うん、なんか剣して、うん、あの安心することが目的になってるような気がする。あ、今回剣の要素があったわ。 1>, あの1万円かけずに済んだわっていうふうになってるような気がするうん、うんうん、言ってること分かる、はい、僕やったら基本んしないよだってつゆさんでさ、はい、1>, 1週間に1回の投資の仕事をんするっていうことは、うん、その時の収入がないんだっていうことは分かってるそううですよね、うん 投資家っていうのはそれが仕事なんや。ねはいはい、いやあの「剣できました」って言ったら喜んどったらあかんで。わかる、はいうん、今は力がないから剣だけどっていうんやったら話わかるけど「剣できました剣が合ってましたか!」っていう感じにあのな,んかなってるような気がするんで「剣、うん、ダメでしょ はい、ダメですね。なんでダメか。はい。うん。え、一週間一回のお仕事の収入がなくて、あの喜んでるのはダメでしょうっていうこと。言ってることわかるよね。はい。うん。いや、剣しなきゃいけないのは実力がないからなんよ。うん。今回は残念。ね。先生の塾の時に言った剣のパターンが見つかったラッキーじゃダメなんよ。うん。 言わかるうんえ、やケしたら収入なくなるよっていうことなのはいかるよねはいうんでギャンブルで予算1,000円しかないのにワイドなんか買ってたら楽しくないよっていうことなのわかる投資検イしたら収入なくなるよギャンブルねそんな配当少ない金額楽しくないよ これ大事でしょ。はい、収入なくなるよ投資ね。減、うん、したら、うん、ギャンブル配当低いの選んだら楽しくないよ。うん、これ、うん、今回のカウンセリングでよく覚えとかないといけないんじゃないかなと思いますね。はいはい、うんあと5分だけしましょうか。はい、なんか質問はないですか。そうですね。うん。 なんか全部解決したかな解決したはい一着は何やと思ってた一着そうですね一着はアスコリやと思ってたんちゃうそうですねそこ質問せながらなぜ一着はジャンタルマンタルだったんでしょうかアスコリではなくじゃあ逆になんでアスコリだと思ったそうですね 本当ですね。嬉しい。そうですね。うん、本当だ。じゃ、本当ですね。うん、今ふと見て、ちょっとジャンタルマンタルが。うん、本当だ。過去の馬を見ても、レシステンシアは一着じゃなかったでし、うん、たね。うん、はい。 ジャンタルマンタルは個人的にちょっとダノンスコーピアに似てるなとは思って、うん、どれあジ,ャンタルジャンタルがうんと、はいうかまあ着っていうのもあるんですけど、うん、単純にアスコリととジャンタルはどっっちが強いと思ってたの、うん、それは考えたのか考えてなかったのかあ考えてなかったです、うん、あの考えるようにした方がいいよね、はい、あの着順は決めなくてもいいんやけどより 確率の高い方って1着に来る方やろそうですね。そうやねそうですねねえの軸の時には 2, 2着をって言ったけど、はい、それは副賞を買うということで、うん、まあ大体2着の方がその大が大きい方がくるからというね。うんうん、でもその 復勝を買うという頭よりも、もうそろそろ軸をね、まあだいたい復勝ってあの投資でね、はい、儲からないでしょうん、うんうん。はい、儲からないです。うん、ということは、復勝、はい、を買うんだったら二番三、はい、番四番人気の中から選びましょうだよね。でも軸を選びましょうだったら一番二、うん、番三番四番うん、うん。はい。 もっと言えば全頭の中から一番来る確率の高い一番来る確率の高い馬って何ですかって言ったら一着の馬えサやろえ軸って何ですかって言ったら一着の馬ないよそういう発想に変えていかないと言ってることわかるうんそうするとまあ普通に考えてあのヒンバとボバうんまあ にたりよったりということはまあボバの方が強いよね。わかるでしょ。まあ頻場でって言ったらまあグラレグリア・アーモンドアイ、それぐらいかな。うん、だってほらこの前の去年かリバティもあの三冠頻場でも結局はイクイノックスとかにね、うん負けちゃってるじゃない。うんね。 だからもともとボバの方が強いから金量差が大きいわけでしょ。うん、そうでその金量差を利点にできるのは強い牝馬だけなんよ。だから分かる、はい、副賞は儲からないんだから軸を決めるんやっていう発想軸っていうのは1番2から4番2期じゃなくてもいいわけよ。はい、前頭の中から一着にる馬を、うん 軸にすればいいよ。はい、それが一番確実だよね。はい、うん。だったらまあ短小でも買えるわけでしょ。はい、そうです、ね。うん、お、ジャンタルの単勝、うん、だから今度のそのなんだっけ？今度はビクトリアマイル、ね。ビクトリアマイルぐらいからもうあの軸を決める。はい、その副賞の軸じゃなくて、うん,うん。どの犬種にも使える軸を。 どの犬種にも使える軸って何ですか、はい、って言ったら一着ないよ。わ、はい、かるでしょ。じゃあ今度の、えー、静香ちゃんはねえあの今度のビクトリアマイルから、はい、あの一着にる馬を軸にして、うん、うん、そしてあのー、投資。うん、だって一着の馬を選ぶことができればさ。はい 投資を検すするっていいいうことはななんんじゃないないです、ね、全部買えますもんね、うん、だって上位1頭しか来てなかったとしても、はいうん、1一着に来る馬が分かるんであれば、うん、それこそ予算が1万円あるんだったら、うんうん、1,000円ずつワイドに10点流しても、うん、投資としてワイド10点買いっていうのができるし5頭に絞れ,れば、ね、2,000円ずつ買えるし、うんうん、5,000円で えー、ワイド買って何点かに絞って、うん、そしてあと三連複っていうのもそれを軸にして、軸、うんうん、の時はさ飛んだ時とか考えて、はい、あなんなこと考えなくていいのよ。<laughs> なるほど。うん。ねだからもう自分が一着やっと思った馬を軸にして、はい、短勝買ったり複勝買ったりワイド買ったり三連複買ったりすればいい。まあ僕の場合も基本的に。 えー、まあ大体ワイドと三連服と勝って副将着順がぴったり当たらないといけないものっていうのは僕あんまり手を出してないんでそうするととととしてては副将とワイドと三連ってなるよね一着は、うん、あの馬券としては当てなくていいんやけど、うんうん、軸としては当てることができればあの どのでででも当てるることきうんそういうふうにした方がいいんじゃないかなって思うんだけどねまあ僕が今日言ったことをそのまんまするんじゃなくて一回自分で考えて一回自分で考えてやってみようでもいいしうわちょっともう少し頭の整理が必要やから今回のヴィクトリアはもう今日水曜日でしょもうすぐだからあの 仮想馬券でそっちはしといてとかそれ自分で考えてね、はい、うんここ塾じゃないんで、はい、あの自分と同じうん、うん、投資家の人がこうしてるんやな、うんうん、目の前の人と私は違う人間なんやなでもその方法を私流にするとすればこういうふうに アレンジできるかももしくは真似できるかもっていうふうに自分の頭で考えるということが大切やね。でその時にどうしたら当たるかって考えないでどうしたら儲かるか。どうしたら当たるかっていうのはプロなんだからやめなあかんわ。熟の時はどどうしたたたら当るかが正解ややっんけ あの投資家になったんやからどうしたら当たるかって言ってる場合じゃないよ。はいうん、どうしたら儲かるかる当たるはずれるっていうのを言う,、はい、うのはうもうあの僕からするとギャンブルとも言わないよ。うん,うんわかるよね、はい どうしたら儲かるか。うん。そういう発想に変えていったらいいんじゃないかなと思いますね。うん。まあ毎回毎回ね、YouTube するわけじゃないんで、今回ちょっとね、あの少し伸びましたけど、まあこれでよろしいですかね。はい。ただ、はい。どうぞ締めてください。最後。では今回はこれで終わります。先生ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。